行くぜ。とっととトラック、そんじゃまたな。私の番です。そこです。ええ、そこ俺の番だな。ああ俺の番だな。俺の番だな。ああ
まあこんなもんかね。よっしゃ、畳みかけるぞ。さてと、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、アイサーと、よし、上手だ。ここで蹴りをつける。任せて。そこ。行きます。えい。おっしゃ。さてと、
任せろ。Hey, ha!
さてと、そこです。ええ、そこ行くぜ。おととい来やがるってな。よっしゃ、畳みかけるぞ。やばい。そこ行きます。そこです。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。わかった。俺の番だ。せいてや、私の番。やっ、よかった。クラフトゲットです。やっと。セイパー
エイパ。かかってきなさい。よし。私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。俺の番だな。
んだな。ほら、助かりました。さてと、私の番です。エニグマ駆動、それサイス任せて、そこ俺の番だ、セイト私の番で、エイ俺の番だ、任せて。よかった。行きます。おっしゃ。よし。はい、よし行くぞ。俺の番だな。ふん。ちょろいぜ。
つけて。さてと、ユアヒム先生の時間が空いているか確かめないとな。まずはありそうですね。研究棟の方へ。どうも。
お手数をかけちまったみてえだな。この時間はノーブルカルプを釣り上げる絶好の時間帯なんだけど、君たちを逆恨みする気なんて、なんだか思いっきり恨まれてるような。まあ軽い闇はこれくらいにして、今日は一体どうしたんだい。てっきりキーヤ君を連れて相談に来たと思ったんだが。いえ、実は別件なんです。その相変わらずキーヤの記憶は戻っていないんで、うん、個人的には一度検査入院をしてもらった方がいいと思うが。その本人にもそれとなく進めているんですが、その気になれないみたいで。すみません、問題を先送りにして。まあ焦らずにゆっくりと。かそれで別件というのは僕の専門に関わる話かい。ええ、まさにそうなんです。こちらの薬をご覧になっていただけますか。おお、これはなんだ。この青色は着色料にしては様子が。この錠剤はとある人物が俺たちは違法性のある薬物。なるほど、詳しい話を聞かせてもらおうじゃないか。なるほど、そんなことになっているのか。それでこの青い錠剤について何かご存知では。どこかで開発された新薬とか。残念ながら見たことのないタイプの薬だ。僕は専門柄、各国にある製薬会社と付き合い開発された新薬のサンプルは大抵回してもらっているんだが、こんな色の錠剤は見たことがない。しかも聞く限りにおいて効能についても尋常ではない。筋力、集中力、反射神経、そしてそれら全てを高めるというのは。そのまだマフィアたちがこの薬を服用していたかどうかは。実際確認できてんのはあの行員だけだしな。イアン先生から聞いた話もまだ噂の息を出ていませんね。うん、いずれにせよ得体の知れない薬物であるのは確かなようだね。わかった、3錠ほど預からせてもらうよ。早速成分調査をしてみよう。ありがとうございます。その成分を突き止めるのに。薬の現物もあるし、症状などの手がかりもある。今日中には主成分くらいは突き止められると思うが、逆にそれで突き止められなければ結構長引くかもしれないな。そうですか。まあ明日の午後くらいに通信で連絡させてもらうよ。それで構わないかな。それで結構です。どうかよろしくお願いします。これで一安心ね。そういえば副作用や中毒症状の可能性はどうなんでしょうか。それも調べてみないと何とも言えない。念のためその公園の関係者には何かあったらこちらに相談。他の服用者が見つかったら同じ。承知しました。やれやれ、街でそれっぽい噂もちらほら聞いたくらいだし。
さすがにルバーチェに連絡するのは無理そうですが、本当に抗生員が服用していたら副作用などが心配ですね。確かに。やはり副作用の危険が。ああ、いや、そうじゃないんだ。ふと前に聞いた噂を思い出してしまってね。前に聞いた？どんな噂っすか？参ったな。改めて説明するほどの話でもないと思うんだが、数年前、製薬業界の方面で奇妙な噂が流れたことある狂信的な宗教団体が不思議な薬を作り出したとね。狂信的な宗教団体？七曜教会の異端的な一派ということでしょうか？いやいや、そんな生優しい連中じゃな。何でもエイドスの存在を否定し悪魔を崇拝する。そんな教団だったらしい。悪魔を崇拝。なんかいきなりうさんくさい話になったな。確かに僕も。ただその薬の効能というのがちょっと気になる。何でも悪魔の力を借りることで人間の潜在能力を開花させ、運すら呼び込むものだったらしい。それって今回の薬物の症状と同じ。あの、ヨアヒム先生、その薬の名前は何か聞いていませんか？ああ、何だったかな。そうそう、思い出した。グノーシス、そんな風に噂されていたかな。グノーシス、なんだかとても思わせぶりな名前ですね。まあ、あまりに荒唐無稽だからすぐに消えた噂話だったけどね。ただ去年リベールの異変で奇妙な組織が暗躍していたという噂話もあっただろう。今更ながら気になってね。エステルたちが言っていた結社のことか。悪魔崇拝の教団、何か関係があるのかしら。いずれにせよ、青い錠剤の正体を突き止めるため同業者には当たってみるつもりだ。ついでにその噂についても何か続報がないか。悪魔の力を借りる。とりあえず薬の成分調査は先生。ええ、そろそろ夕方だし、クロスベリー一家からの捜査報告書が届いているかもしれないわ。やれやれ、今夜は書類。さてと、もう夕方だしバスでとっとと帰るとすっか。そうだな。こういう時にやっぱりバスはありがたいわね。ティオ。なんだ気をつけ、さっきから妙に静かだな。別にそんなことは。ティオちゃん、夕日で分かりにくいけど、あなた顔が真っ青よ。ね、問題ありません。少し気分は優れないだけで。おいおい、問題ないじゃねえだろ。とにかくどこか休めるところでも。あ
よ。大変。すぐに医者か看護師を呼んでくる。ああ、頼む。よかったわね。しばらくしたらすぐに目を覚ますと思うわ。そっか。どうな。でもごめんなさい、私のベッドを使わせて。ちょうど病棟の方に空いている個室がなくて。いや、助かったよ。ここの方がティオも落ち着けるかもしれないし。セシルさん、ありがとうございました。気にしないで。今夜は私も夜勤があるし、なんだったらこのまま朝まで寝てもらっても構わないから。それじゃあ私は失礼するわね。あざーす。お疲れ様でした。ティオ、もう少し早く気づければ。考えてみればヨアヒム先生の話を聞いている最中くらいから様子がおかしかったものね。それも確か悪魔を崇拝する連中が作ったっていう薬の話か。いいですよ、何を聞いてくれ。ティオ、起きたのか。よかった。おったく、心配かけやがあまり気を使わないでください。薬物操作に携わる人間として皆さんは聞く必要がある。あのな、ティオ、俺たちがティオの気の進まない話を。もちろん操作も大事だけど、それとこれとは話が全く別よ。私たちにとってあなたは同じ仕事に携わる同僚だけど、それ以前に何よりも変えがたい仲間だと思っている。他人には秘めておきたいそいつならではの事情はあるさ。ま、俺の過去についてはちょいとばかりバレちまったが。ティオスケ、お前がそれを知られたくねえってんなら俺らは全力でお前に協力するさ。エリーさん、ランディさん。そういうことだ。でももしティオが俺たちに話したいんだったら、話すことで少しでも気持ちを軽くできるんだったら、だったらその重荷はぜひ受け持たせてほしい。ロイドさん、よくそんなに恥ずかしいセリフを言えますね。ロイドさんだけでなく、エリーさんもランディさんも。お二人とも、ロイドさんに影響されてるんじゃないですか。そうかもな。確かに否定はできないわね。否定してくれよ。ロイドさんには前に少し話しましたが、私は5歳の頃両親と離れ離れになりました。とある狂信的な宗教団体に拉致されることによって。そいつは、その教団の真の教義や目的は今でもわからないそうですが、ただ彼らはエイドスを否定し、悪魔を崇拝することで
私を含めた他の子供たちはその供物だったんだと思い、供物、供物といっても生贄とかじゃありません。そんな目に遭った子もいたのかもしれませんが、その教団はいくつものロッジを持ち、ロッジごとに様々な方法で、そして私が連れて行かれたロッジで行われていたのは、儀式という名の人体実験でした。人体実験、ひょっとしてお前の感能力のことか。はい、薬物を投与され、全身にセンサーをつけられ、考えつく限りのやり方で五感を高める試みが行われました。さらには強制的な暗示と精神的な負荷をかけることで霊感のようなものまで高められ、3年間、それが毎日のように続きました。それでも私は幸運な方だったかもしれません。私以外の子は全員が耐えきれませんでした。一人また一人と周りから子供がいなくなって、ついに一人になった頃、分厚い岩壁の向こうで他の子たちが挙げた最後の悲鳴を聞き取れるくらいの感応力を、そんな時でした。私のいたロッジにロイドさんのお兄さんが、ガイさんを含めたチームは教団の信者たちを無力化しながらロッジを制圧していきました。抵抗は激しく、制圧された途端自決する者がほとんどだったそうです。そうした屍を踏み越えながら儀式の間にたどり着いて、カイさんはただ一人の生き残った子供を発見しました。ガイさんに保護された時、私は衰弱しきっていました。そしてこの病院に連れてこられ、そこから先は以前ロイドさんに話した通りで、ティオちゃん、皮肉なものですね。あれだけお世話になって感謝していた人だったのに。3年前、ガイさんが亡くなったことを聞かされた時、私はあまり悲しくなかったんです。まるで手に入れた力と引き換えに人間らしい感情を失ったような、そんな不思議な考えすらありました。ティオ、多分私は眩しいくらいに前向きで、私のような欠けた存在がどう生きたらいいのかを、でも結局その答えは聞けず、エプスタイン財団に引き取られて、そして支援課に来て、皆さんと一緒に暮らしていて、やっぱり今でもよくわからないんです。どう生きたらいいのか、どうして私が生きているのか。ティオちゃん、いいじゃない、わからなくったって。そんなのは私たちだってあなたと同じなんだから。なぜ生きてるのか、どう生きればいいのか、そんなのが分かってる人間なんてそうそういるもんじゃないさ。俺もエリーもランディも誰だって同じさ。
俺なんざ特に自分の道を見失った口だが。それでもティオスケ、お前真面目すぎるんだよ。そんな難しい問題を急いで解いてどうするんだ。でもそれでも気になるなら答えを探し続ければいい。ただ焦る必要はないし、一人で探す必要だってないんだ。俺たちが一緒に探すからさ。もちろん私もよ。ランディだって課長だってキーヤちゃんやザイトだってみんな力になってくれるわ。あなたがその難しい問題の答えを見つけられるのを。エリーさんもランディさんもロイドさんに感化されたみたいに。聞いてるこちらが恥ずかしくなってきてしまいます。どうしてそんな。ま、それも巡り合わせだろう。支援家を選んじまった時点で俺たちは同じ誰かさんの被害者。そうね、そういう恥ずかしい思いも分かち合ってもらわないとね。なんで俺が加害者になってるのかわからないけど、ま、分かち合うってのは俺恥ずかしい思いだけじゃなく、辛い思いや苦しい思い、それからもちろん嬉しい思いや楽しい思いも、それが仲間ってもんだろ。もう恥ずかしくて暑苦しくてこんなにいたたまれないのに。でもなんだか悪くない気分です。そうか、その名前が出てきたか。グノーシス。課長、教えてください。6年前に兄が関わったというティオを拉致した教団について。当然課長はご存知なんで。最初からティオスケの事情を知ってるような感じだったしな。俺が知ってるのは当然だ。当時ガイと共に教団のロッジの一つを制圧した当事者だったからな。そうだった。それじゃあ課長は兄貴の直接の上司だった。当時から俺はちょいとはみ出し気味でな。ある時規格外の新人を二人も押し付け、そのうちの一人がお前の兄貴だ。直情的で無鉄砲だったが、奴は優秀な捜査官だったよ。いい意味でもう一人の新人と好対照な組み合わせだった。もう一人の新人の方というのは、ひょっとしてあの一家のダドリーとか。いや、やつは生粋の一家上がりの男だ。俺が受け持ったもう一人の規格外の新人、それはあのアリオス・マクレインだ。ええ、あの人元は警察の。
数年前に警察を辞め遊撃士に転向しちまったがな、警察が遊撃士協会に微妙な距離感を持っている理由の一つでもあると言えるだろう。なんと兄貴とアリオスさんが同期の新人同士だったなんて。年齢はアリオスの方が2つばかり年上だったがな、すでに結婚して娘も生まれたばかりのアリオスはとにかく気まじめすぎる男だった。一方ガイは奔放で無鉄砲でとにかく前向きなバカ野郎だ。そんな二人だからこそ逆に馬があったんだろうな。わずか2年足らずであいつらはクロスベル警察最強の若手コンビと言われるようになった。確かにその二人なら最強という言葉もわかりますね。ああ正直俺も誇らしかったもんだ。そんなすごい部下どもを育てる絶好の機会に恵まれたんだからな。そうして俺たちの班は華々しい実績を打ち立てていき、ついには一課に代わって国際的な犯罪事件の合同捜査を任されることになった。国際的な犯罪事件、ひょっとしてそ、ああ例の教団だ。DG 教団、その点々点ってのは何なんだよ。それは何々ゆえにを意味する数学的な記号だけど、 D ゆえに G というのは何を意味してるんでしょう。未だそれは不明だが、そのうちの G に関しては何とか突き止められている。 G すなわちグノーシスだ。ヨアヒム先生が言っていた悪魔の力を得る薬、そうつながんのかよ。事件が終結して6年余り、昨日リアン先生が言っていた DG 教団、奴らはゼムリア大陸の各地で10以上のロッジを持っていた。そしてそれぞれのロッジで様々な形での儀式を繰り返した。おぞましい悪魔召喚的なもの、アーティファクトを利用したもの、そして人体実験的なもの、そしてそれらの儀式の時に必ず使用されていたのがグノーシスという名の正体不明の薬物だったという。その衝撃的すぎる話ですね。それで事件はどんな風に解決されたんすか。ああ昨日も言ったが、被害が各国に広がっていたことから国際的な捜査体制が設立された。各国の軍、警察、ギルド関係者が一堂に会する中、高名な遊撃士の指揮により各地のロッジを一斉検挙、制圧する大規模な作戦が実行された。
そして俺たち3名は共和国最西端アルタイル市の郊外にあるロッジの制圧を担当し、ガイは当時8歳だったティオ・プラトーを保護した。ティオは衰弱しきっていたが、まだマシな方だったのかもしれん。それ以外の子供たちが全員助からなかったというのは、他のロッジで試みられていたおぞましい儀式に比べたらまだマシな扱われ方だったからだ。なんでそんな連中が存在を許されてるんだ。吐き気がしてきた。クロスベルにおける犯罪とはちょいと次元が違う。まあな。ただいずれにせよ、6年前のその作戦をもって教団は完全に叩き潰された。信者たちは全員自決するか、精神に破綻をきたして衰弱死した。残党もいたって話だが、教会や例の結社とやらが動いて密かに殲滅したっていう噂もある。 DG 教団の悪夢は完全に終わったはずだった。ですが、この青い錠剤、これがその教団が使っていたグノーシスである可能性が現時点では憶測の範囲だが、もしそれが本当なら6年前の悪夢が別の形で引き起こされるかもしれん。それもマフィア同士の抗争を最悪すぎんだろ。それが本当なら絶対に見過ごせません。ああ、もちろんだ。ロイド、3年前お前の兄貴をやった犯人は未だに見つかっていない。はい、なんでも手がかりが少なすぎて迷宮入りになってしまったと。ああ、一家に移ってから奴はもっぱら単独で捜査をしてたって話だからな。大国の諜報機関ルバージュ、それとも全く別の犯罪組織、もしくはどこぞの行兵団やテロリストなんてのも考えられてる。教団の残党。ああ、今となってはその可能性、その意味では俺にとっては元部下の弔い合戦になる。お前らには悪いが、この先は俺も出しゃばらせ。課長、悪いどころかすごく助かりますけど。スーパー、まるで今まであえて放任してたような口ぶりっすね。どうただな、この特務支援課はもともとはガイのアイデアを参考に設立したってのは確かだ。そうなんですか。ギルドの評判に対抗するため設立された部署だったので。そいつは上層部を納得させるための口実だ。生前ガイのやつが俺に語っていた言葉がある。今のクロスベルに必要なのは壁を乗り越える力だ。若い者が失敗してもいいから、力を合わせて前に進める場所。兄貴が。やべやべ、とんだ熱血兄貴だな。もしかしてティオちゃんが支援課に来たのも。ああ、ガイの意志が息づく場所にいたかったんだろう。本人からはっきりと聞いたわけじゃないか。そうか、そうだったのか。兄貴のことはともかく、今はこの薬の被害を食い止めることが先決です。それとキーヤですが、例の教団と何らかの関わりがあるかもしれません。記憶喪失の原因が薬物って話も。ああ、俺もそう睨み始め。ですから課長、動くのは俺たちに任せて。
課長はここで一課との連携もありますし、俺たちには司令役が必要なんです。ほう、確かに誰かが支援課に詰めとく必要はありそうだな。すみません、せっかくの申し出なのに生意気なことを言ってしまって。いや、いいだろう、引き受けて。ただし今まで通りわざわざ俺から指示は与えん。相談にはいくらでも乗るし、各方面と連絡も取ってやるが、しました。明日から鬼のように忙しくなりそうだぜ。ティオ、本当に大丈夫？なんだったら課長やキーヤと一緒に支援課で待機してくれても。心配ご無用です。早めに休ませてもらいましたし、普段より調子がいいくらいです。そうか、うん。かしかしキーヤがいきなり一緒に寝るとか言い出した時は、なんかそうしたいって思ったから。ねえねえティオ、ぐっすり眠れた？ええ、それはもちろん。おそらく絶好調なのはキーヤ分を大量に補給したのが最大の理由かもしれませんね。よかった。確かにキーヤちゃんは最高の特効薬になりそうね。あ、そうだな。ティオ、一つだけ約束してくれ。昨日みたいなことがあったらすぐに俺たちに言ってくれ。自分一人で溜め込んで無理をするのだけはダメだ。酷な言い方だけど、戦闘の時に倒れられたら。はい、肝に銘します。私も支援課の一員、同じ仲間でありたいですから。だから私の苦しみも辛さもお安い御用だぜ。ああ、喜ん確かにこりゃおっさんの出る幕はねえな。確か午前中は薬物を使用した疑いのある市民の聞き込みだったな。ええ、一課の資料も参考に改めて確認。それと忙しくなりそうなので今のうちに他の支援要請なども片付けておくつもりです。そうですね、このタイミングを逃したら市外に出る余裕はなさそうですし。しかし住宅街の証券マンにサーベルバイパーの歌詞、それにアルカンシェルの新米キャストが。さすが一課、よく突き止めたわね。時間があるならイアン先生の事務所にも行った方がいいだろう。先生から聞いた二人のうち、証券マンは一課の資料には貿易会社の経営者ってのはまだマーク。そうですね、あとは午後あたりに岩姫先生が成分調査の結果を連絡してくれるはずですけど。はい、特務支援課。ロイド君、私だ、マインツのビクセンだ。ああ、ちょうどよかった。ガンさんの様子は？それがそのガンツのやつがまたいなくなってしまった。詳しい話を聞かせてもらえますか？あの後夜遅くにガンツが目を覚ましたんだが、
意識が朦朧としているようで、そのまま寝かせてしまったんだ。念のため私も部屋に泊まって、明日の朝君たちにも話を聞いてもらうつもりだったが、朝目を覚ましたら。なるほど。ホテルやカジノに問い合わせは？一応したが、誰も見た者はいない。ロイド君、どうしたらいいと。町長の方はホテルに、ひょっとしたらガンさんが戻ってくるかもしれん。こちらは聞き込みに出るので、彼のことも気に留めておきます。何かあったらまた連絡してください。わかった。ガンツさんがいなくなってしまった。ああ、今朝ホテル、自分から消えてしまったのか。やはり他の人たちの様子も。ああ、妙に嫌な予感がしやがるぜ。どうやら思ってた以上に事態の進行が早いかも。こちらのことは心配するな。とっとと確かめてくるといい。はい、行ってらっしゃい。